はい。どうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。さあ。はい。えっと、トシみなきがね。はい。始まっていくわけでございますけれども。うん、まあでも、始める前にやっぱりあれでしょうん。猫、ちゃんとさ、うん。あの、見つかったかどうか確認しといた方がいいかなと思って。猫、見つかったかどうかっていうことは <な>うん、猫探してるんじゃない。なじゃない,いいえ、僕、飼ってないっすわ、猫。猫探しに今日は来たんでしょ猫探しに来た、うん、い,いなくな、うちからいなくなったらわかるけど、うん、猫探しに来たってどういうことですか意味がわからない、あんまり。意味がわからない。うん。こちらも意味がわからない。<laughs> 言ってることの。え、猫を探しに来る以外に、ここ来る必要性あるかなと思って。本当にあの、 レビューが一番いい病院行け <laughs> 何病とかにもよるけど。<laughs> あれいや、勘違いされてますよ。だって、林さん、うん、猫が大好きで、猫を飼って、うん、で、その猫がいなくなって困ってるってことじゃないんですかいやいや、いないですよ。僕は猫飼ったことないです。実家がほまに、そんなことない。二十歳の時に家帰ったら勝手に黒猫2匹飼ってて、うん、はって思ったっていうのはありますけど、 うちでは飼ってないです。<laughs> え、じゃあ、あなた自身は別に猫、猫はそんなに好きでもないってことですかうん、別に、いや、好きは好きですけど、飼ってはないですね。あ、そうすか。うん、えじゃあ、今日は何をするつもりで、こちらに。いやいやいや,いやだから普通にもう、あのー、寝たりとか、起きたりとか。<laughs> 寝たり起きたり。飯食ったりとか <laughs>、うんいや。そういうことですよ。だから部屋借りてるんで僕あれここ部屋借りてるってことは、うん あれここってもしかして立川ではない立川じゃないですよ。立川のあずさみてん人者じゃない。<laughs> あずさみてん人者じゃない。違いますって。えじゃあ、ここ。うん、また、早瀬拓ってこといや、そりゃそうですよ。ちょっと。マロさん挟んだらすげえ下手くそになって<ー> <laughs> そうね。間間たからね。<laughs> やり方忘れたって。<laughs> <laughs> えまあよくあるやつなんですけど。うん あそうっすか。うん。じゃあ、もう、あれですね。え猫、関係ないってことですよね。関係ないっすよ、全く。あじゃあ、普通に、年見ないって収録するっていうためで、いいんですね、うん、今日は。いや、そりゃそうですよ。あそうなんだ。いや、猫でお困りなのかなと思ってたんでね、ちょっと間違っちゃったんですけれども。まあ、でも、これ聞いてる方に、猫でお困りの方いると思うんで。うん <laughs> ちょっとその話しようかなと思うんですけどいいですかねすれば <laughs> あのですね、はいま、立川にありますあずさみ天神社っていうところがございまして1629年に、えー、できているということで結構歴史もあるんですけれども、うん、ここにございます、うんえー、ま境内内内にあるんですけども養蚕、うん、の,の神 養産って、あれだね、海湖、はい。うんうん。で、ええー、影神社っていうのが祀られているんですよね。影、うん、神社。実はここがですね、うん、あの、猫返し神社として、ええー、まあ、有名でございまして。猫返し。猫返しってなんかね、ちょっと気持ち悪い名前ですけども、ねうん、これね、あの、まあ、なんでこんな名前がついてるかと言いますと、うん、愛病家、 ですよね。猫が好きな人。愛病家の、ジャズピアニストの山下さんっていう人が、あの、ある日、飼い猫がいなくなってですね、毎日猫を探し回ってたところ、この神社の前に偶然通りかかって、どうか無事に帰ってきますようにと、願掛けしたらですね、その翌日に猫が戻ってきたっていう話がありまして、でも、なかなか、もうその日まで17日ぐらい、 探し回ってたのに、うん、このにこ神社でそのお願いいしたたたらすすぐ帰っっっててきうのがあったんです、ねうん、でそのことをこう、えーまあ、山下さんがいろいろ言っていて、うん、でその後も何回か猫が逃げるたんびにお参りに行くと、うん、猫が帰ってくるっていうことで取り上げられましてでああの猫返し神社だよっていうふうに山下さんが言ったところその噂が広まって、うん、愛病家が訪れるスポットになったと。うん で、まあ、この境内の中には、その、山下さんのピアノの曲がね、かかっているっていう、ジャズの、なんかそう、奉納したんだね、曲を。いい話ですけれどもね。いい、あれですね。曲を奉納するっていいですね。まあまあ、そうっすね。考えましたね。うん、まあまあ、確かに。それもそうだろうね。出せるもの、それしかないからね。かっこいいな。っていうので、始まっ 今となってはもうその猫が帰ってくるというのが売りになっていましてであのまあ猫のほらよく普通にあるの狛犬みたいなあるでしょ、うん、あれももう猫ですし日系猫のなんかイラストが描いた絵馬とかばっかりですしす、うんうん、まあ要は猫の なんか好きな人が集まるじゃあ猫いなくなったとかでなく普通に猫好きだから行ってな、うんね、人も行っているみたいですねだからさ写真貼ったりとかうん、うん、探したい人は本当にそういう願掛けみたいなのもしてたりとかっていうことで結構有名で、うん、でなんでじゃあそもそも猫これ返してくれるんだろうっていうことなんですけども。うんうんうん さっっき言ったようにさんが盛んでさ、うんの天敵はネズミだと、うん、でネズミを捕らえる猫を守り神にしているってところからまあもうそもそもここは猫をこうちゃんと祀っているというかリスペクトですよね、うん、してるわけですよ、うん、だからそれによって、まあ、あの猫が帰ってくるというのもそこから来てんじゃないかみたいな、うんえー、話がありましてなんでまあ 都内でね、うん、東京都の方で猫がいなくなってお困りの方は、も多分心配でしょうから、うん、今も。ね。あの、もう今すぐ、この猫外し神社行って、願掛、うんえー、けするのが一番いいんじゃないかなという、まあ、ところでございますので、ぜひ猫探して、大変っていう状況でしたら、うん、もう、切羽詰まったらここへ行くのがいいんじゃないかという、猫のお話でございました。はい ありがとうございます。んなにチラチラタイム見るなら短くして持ってくれよ。長くなっちゃってるなの顔しなくていいんすよ。まあまあ、でもここ言わねえとなと思って。はいはい。というこちゃんと紹介したいからね。まあ、意外と好評なんで。ちゃんとやってますけど。意外と好評です。山口先生も面白いって言ってますかここはね。ここはあんまりでもそもそも売りじゃねえんだけど。まあね。あるんですけどね。はい。ということで。はい。 えー、僕のコーナーでした。うん、はい。<laughs> <laughs> コーナーっつったらたコーナーじゃないね。はい。えー、違いますけども。えー、林、えー、さんが、はい今回はやる番でございますよ。はい,はい、はい。じゃやらせていただきます。はい。えー、タイトル失礼いたします。はい、オカルトッシュナイト。トイトまだ、お久しぶりじゃないおし久しぶりです。お久しぶりです。 <laughs> いや、言いなさなくていいよ <laughs>。キャラ入れて。オカルトシュナイトです。これ、18歳未満は聞かないでいただきたい。はいはい。どんなコーナーですか、うん、俺はもう。あの、ギルガメッシュナイトから撮ってるんです。簡単に言うとね。ね。テレ東の伝説の番組。もう、エロエロ。うん。エロ、うん、あれでエロに目覚めるっていう人が多かったですからそう,す、ね、そ,うそうそうそう。うん、なんで、まあ、今回もね。うん。今回もというか、毎度やってるんですけれども、オカルトシュナイトの企画の時は、ちょっと18歳未満は聞かないでいただきたい。うんうん ね、今、ポッドキャストを削除していただいて。そうそうそう。大人だけの。はい。未登録にしていただいて。そうですね。今日、今限り。ちょっとね、あの、いやらしい。もうだいぶね、うん。ぶりな気が、あの、イベントでやったのが最後じゃないですか。多分4ヶ月、3、4ヶ月ぶりですね。よ。ちょっといやらしいね、都市伝説を語っていただくというような企画でございます。さて、今日は。何のテーマで。そうですね、何のテーマか。 じゃ失礼いたします。エロソング。はい。はい。エロソング。エロソングです。なんすかそれ。いやらしい歌ですよね。あ、いやらしい歌。いやらしい歌。あまあまあ。まあまあ、歌詞にね、うん、入ってるとか、そういうことなのかな。うん、うん、そうそう、そういうこと、うんうん、そういうことです。まあまあ。あのー、紹介していけば、あ、こういうことかってわかると思うんで。はい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 。うん、ちょっとじゃあ。あ あの紹介してきましたまず1曲目からねどういうか、まあ、曲をどんどん言っていく感じですねはいはい4番目の歌詞が封印されたいわくつきのエロソングおお何すかそれ全然ピンとこないっすよ4番目4番目の歌詞がある理由で封印されたエロソングがあるんですよ、うん 封印されるのはい。放送禁止みたいなことそういうことです。ああ。フレームがたくさん来るであろうということで、こっちが自粛しているというようなものなんですけれども。ええ、まあ、この歌の名前、題名がその、おーちんちんっていうね。うん。まんまそうですけれども。もういいんじゃないですかね、それで。大体わかりますけど、なんとなく。あの、1969年に発売されております。おう、なんかね。年もやらしいっていう。 あの、しかもね、このシングルレコードのジャケット、水森アド。ああ、あの、絵描き歌のね。そうそうそう、かわいらしい。おばあちゃんたいな絵描く、あの人ですよね。で、あの、最近ね、ちょっとこちらの曲が、あの、ある番組で使われて、うん。ちょっとね、人気が出たということで。うん。その番組というのが、ひとし松本の〇〇な話の中から、チンサムロードという企画で使用されていたんですって。はい、あの、大輔さんが、そうです、そうです。 バスかなんかに乗って、ゲストと、ンサムところに行くというやつですね。ちょっとあの、高低差があるところで、ふっとなる、なんかあの、なんていうんですか、ジェットコースターみたいな、ちょっと浮く瞬間で。浮く瞬間、そこを探すということで、行動でね、っていうようなコーナーがあって、そこで使われてたんですよ、曲として。うん。まあまあ、こんなの言ってもね、ちょっとわからないと思うんで、そうですよ。曲でも。ちなみに ある、あるよ。だってそもそもそのチンサムも毎週見てたしああ。じゃあの、ちょっと聞いたことない人は、入れていただければ、うん、おーちんちんって入れてください。絶対出るんで。<laughs> それ以外のものが出てきそうですけどね。うん、あ,あ、うん、そうか。片方で,でね。おう、てん、ちん、てん、ちん。うん はい、はい、はい。おう、てん、ちん、てん、ちん。おう、てん、ちん、てん、ちん。ですね。あおう、カタカナでいいんですね。カタカナで、おう、てん、ちん、てん、ちん。はい、はい。これで覚えてください。はい、じゃあいきます。ええ歌詞読んでいきますね。はい。ちん、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 ちん。ちん、ちん、ちん、ちん。はい。やーやー、やーやーやー、ちんちん、ちん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 はいやー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 ちん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 子供の頃の雪の朝、白く積もっ た庭に出て、ちんちんつまんで、おしっこで、雪に名前を書いたっけ。おお、ちんちん、おお、ちんちん、あのちんぽこよ、どこ行ったって、これ一番。<laughs> <laughs> 一番なんだ、それ <laughs>。あぶねえ、面白いですよ、ね、いやその、うん、最後まで、うん、それで通すかなって、一応思わせといて。で、意外と文学っぽい。なんか。始まりで、来て。でも、行動を。うん 絵に映すと、あれこれ何してんだろうっていうふうになるっていう。これやりましたいや、僕は、ちょっと記憶がさらに名前は書いたことないけれども、やっぱり雪におしっこしたくなる気持ちってわかりますよね。まあおしっこしたところがあね。汚れのない状態のその雪のところを、こうなんかやりたいっていうのはわかりますけど。これ雪にあるあるなのかなわかんないですけど。雪降ったとこ、あ、そうか、東京降らないのか。そうそう、昨日。僕らよくやってましたよ。やってたうん。ー。 例えばね、あの、自転車とかで、あの、通学すると、凍っちゃうんすよ。タイヤがね。アイスバーンタイヤがタイヤ凍っちゃうんすよ。ええ、それはないわ。めちゃめちゃカッチカチになって、走らそうにも固まってるから動かないんですね。チェーンとかが。だから、おしっこぶっかけて、溶かす。みたうん。そうなんだ。そうですよ。車とかでも、エンジン止まっちゃうんで、エンジンに直で、あの、ネットをぶっかけて、 雪溶かした後に動かすみたいな車。へぇらそうですね。そうそうそう。これがまあ一番ですね。一番ね。なんか思ってたのってちょっとね、違う絵が浮かんできた。ちょっとじゃあ二番いきますね。チンチン、チンチンチン、チンチン、チンチンチン、ヤーヤー、ヤややーヤー、チンチン、チンチン、雪や 夕焼け空が燃えていた。うん。トンボ釣りした帰り道。ち、うん。チンチンつまんでおしっこで。日暮れの町に水撒いた。おうちんちん。おちんちん。<laughs> あのちんぽこよどこ行ったって。いや、なんかさ。全然意味わかんない。それ。まえ、<や><回>わかります つまむのはわかるんだけど、うん。夕焼け空が燃えていて、うん、トンボ釣り、ようあの、目くらましみたいなのにぐるぐるぐるっとね、はいはい、した、あの、帰り道、うん、チンチンつまんで、おしっこで、日暮れの街に水まいたっていう、<laughs> 意味わかんないですよね、よんこれ、うんうん。あの、あれだよね。 なんか、ど、一番二番ともに、その、同様で出てきそうなさ、感じじゃ雪の、雪や今後みたいなイメージと、その、赤とんぼみたいなイメージが頭浮かぶのに、浮かぶ。その後が続かないね、それ。夏っぽいですもんね、これはね。うん。だから、あの、水まきあるじゃないですか。うん。朝、さ、として、あの、水を冷ますみたいな。あれね。はい、なんか、ひしゃくみたいな。そうそうそう。やるようなイメージの。まあ、それを想像していただければ。 わかんねえ。地下熱なんだ、これ。え、3番いきます。はい。チンチン、チンチンチン、チンチン、チンチンチン、チンチンチン、やあやあ、やあやあやあ、チンチン、チンやあ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 チン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 夏の河原の水遊び、ちっちゃく縮んだチンチンを、つまんで伸ばして引っ張って、 大きくなれと泣いたっけちんちん。<laughs> おちんちん。泣いたのあのちんぽこよどこ行った何か<ー> <laughs> 季節感出してくるなぁと。夏の河原の水遊び、うん、ちっちゃく縮んだちんちんをつまんで伸ばして引っ張って、うん、大きくなれと泣いたっけ <laughs> こ<れ>泣いたっけ まあまあまあ、わからなくないですよ、そのその、夏の河原の水遊びでね、友達とかとしてる時に、多分自分のチンチンが他と比べてものすごいちっちゃかったんでしょうね。そういうことだ。俺、水で縮んだのかなあ、それもあると思います水温で。それもあると思いますよ。うん。ちっちゃく縮んだチンチンですから、それもあると思うんですけど、他の人と比べて、あれちっちゃないと思って、つまんで伸ばして引っ張って大きくなれと泣いたっけっていう。なるほど。その、人並みに大きくなってくれればいいんですよ。うん。人よりも大きくじゃなくて。 それでしょうねコンプレックスの歌なんだね、その3番は。で、4番、チンチン、チンチンチン、チンチン、チン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 、ヤー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 、チン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 やーやーやーヤーヤチン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 子どもの頃の雪の朝、白く積もった庭に出て、チンチンつまんでおしっこで、雪に名前を書いたっけ、おーチンチン、おーチンチン、あのチンポコよどこ行ったって、これ1番が4番に来てるんですねうん これ本当は、ちゃんとした4番があるのにもかかわらず、それを書き消すために、1番を無理やり4番にも持ってきてるんですよ。うんうん、なかったから、な,ないっていうか、出せなかったから。出せなかったから。しょうがないから、1番持ってこいと。気になりませんか大地一幻の4番うん、うん。幻の4番。幻の四番、うん、これね。はい、ちょっとじゃあ、いきますね。はいはい。あの子と二人、押し入れで。 見せっこしたよ、幼い日。チンチンつまんだあの子がね、私も欲しいとつぶやいた。おうちんちん、おちんちん、チンチン <laughs> あのちんぽこよどこ行った。はい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 。これなんですよ。なるほどね。ちっちゃい男女が、おしんに入って、ああ で、女の子が男の子のチンチンつまんで、うん、私も欲しいと呟いたっていう、うん、これが、うん、いやいやいやこれダメでしょうとなって4番から消されたっていう。うん、う今までは一人遊びですよ。二<う>、うん、人遊びですよ。4番はもうちょっとね、セックスをちょっと連想させてしまうような歌詞になっているんです。だから今回。するかなまあ4番を。 俺、4番が一番ありえそうだったけどな。うーん、まあね、でもこれダメなんですよ。う4番は消されてるんですただちょっと世界観急に変わったね、4番。あ、まあね、そうそう、急にね。うん。それちょっと大人になってる。あ、ちょっと、間の階段登ってる感じがする。急にね。うん。で、歌ってる方がね、ハニーナイツって言うんですけど、この人たちね、このチンチンだけの曲歌ってる人じゃないんですよ。あ、そうなの有名で、あの、ミラーマン、主題歌歌ってますし、 へえ。うん。あと、あの、ウルトラマンエース、うん、主題歌歌ってますし、<ー>帰ってきたウルトラマン挿入歌、シルバー仮面挿入歌、主題歌も歌ってますし、あと、えー、妖怪人間ベム、主題歌。これすごいんですよ、<ー>だから。特撮とかアニメとかそういうのも、うん、そ,うそ,うそうそう。主題歌歌うんだ。あと、まああの、コマーシャルとかも歌ってます、結構。なんで本当はすごい人なんで、いや、本当はっていうか、なんでそれを出したんだろうね、急に。まあね。うん 急におちんちんね子供用っぽいけどななんとなくあまあ確かにねうんうんっていうのが実はこの,まああの封印された幻の,そう幻の4番としてこういうのがあるよという話をちょっとさせていただきたかったんですねうん、うん、これ1曲目ですさあ2曲目いきましょうはい森山直太朗が作った歌 エロソングはい。あの森山直太郎ですよ。あれだ。桜。読書。ああ、そうそうそう。それでくれたね。夏の終わり。うん。夏の終わり。そう。とかね。歌ってる人ですよ。あとはいろいろ歌ってる人ですよ。ああ、ピンとこない。駐車場だけの歌も歌ってましたよね。あ、そうね。あの人変わった曲多いよね。そうなんですよ。でね、あの、彼にも実はエロソングがあるんです。うん。 で、あの、エロっていうか、あの、下ネタソングみたいなものですね。うん。うん。それが、タイトルが、うんこ。うん。うん、うまんまですよ。まあ、なかなかね、うんあの、そのタイトルつけないですけどそう,そう。うん、アルバムのね、レアトラックス Vol.1 というものがありまして、うん。森山直太郎の、 今まで作った曲の中で、これはちょっとっていうようなボツになった作品を入れたものなんですよ。ボツネタなんそうそう、ツネタの曲なんですよ。で、まあ、ファンからしたらね、あの、もう聴きたいじゃないですか、そういったね。まあ、没ネタのために作られた、あの、アルバムなんですその中で、うんこというタイトルの歌があるんですよ。聞いたことありますかそのあるっていうのは、聞いたことがある。 聞いたことはないじゃん。曲自体は聞いてないわ。聞いてみましょうか、多分。一回ね。はい。うんこ、聞いていただきましたけれども、いかがでしたかうん。まあ、あの、なんだろうな。まず歌うめえなああ、まあまあね。歌はむちゃくちゃ良かった。本当に。あと、確かにそうだわって思わせられる。歌詞だね。そうですね。ちょっとじゃあ歌詞を紹介していただきます。さっきまで、 体の中にいたのに、出てきた途端、いきなり嫌われるなんて、やっぱりお前はうんこだなっていうね。まあ、そうだよねっていう。<laughs> うんまあ確かにそうだわねっていう。もうこれを、今の、さっきまで体の中にいたのに、出てきた途端、いきなり嫌われるなんて、やっぱりお前うんこだなという、この歌詞を、むちゃくちゃうまく、うんうん、むちゃくちゃいいメロディーで歌い上げるというような。うん、そうね、ストリングスみたいな入ってそうそう。壮大な。 そうなんですよ。作ったね。えっとね、1分20秒。あ、え、そんな短いんだ。短いです。で、えっと、42文字。え、それしかないのはい。歌詞四42文字です。へえ。ちょっと面白いんでね、あの、聞いていただければ、あの、調べていただければすぐ出てますよ。森山直太郎うんこって言ったら。そうだ。うん。っていうようなね、まあ、ものがあるということなんですよ。あ、森山直太郎。うん。 実験的な曲出しちゃったんだね。あ、ね本当にそう。ね。おからりい。しじゃあ、ちょっと、3曲目いきましょうか。はい。まだあるんですね。これ僕一番好きです。あ、本当ですかてかもう、ちっちゃい頃からずっと聞いてました。あ、本当ですかこれ紹介したかったんです。もうみんなも知ってるだろうということで。ただ、もう一回ちゃんと聞き直してみてって。うん。頭おかしいよっていう。うん。いきます。おっぱいだいっぱい。 はい。いやいやいや。知ってます知ってますよ。ポンキッキですよ、うん、これ。ね。おっぱいがいっぱいって聞いたことありますか聞いたこともありますよ。うん。あの、1984年に作られたもので。うん、そんな前なのうん。で、ポンキッキで流れていたというようなものなんですよ。俺とタメだ。あ、そうなんですかへ、はあ、えー。 4つ違い俺と。何なんかいろんなところが。18年だからお母さんのおっぱいに対する子供の幼少期の思いを歌った名曲であるっていうね。まあ、同様なんですよ。ただ、歌詞がね、ちょっと変わってるんですよ。可愛いんですけど、あの、子供ならではの発想というような。大人になって聞くと、読むと、ちょっとなって。違う、ハッとさせられるみたいな。とさせる。子供ってすごいな、発想力っていう。ちょっといきます。 僕が飲んで妹も飲んだのに、うん、ちっちゃくならないママのおっぱい、うん、お風呂の中で触らせてもらったら空気足りないゴムまりみたい僕が飲んで妹も飲んだからおっぱいが出ないママのおっぱい甘かったのか思い出せないたくさん飲んだはずなのに変ねおっぱいがいっぱいおっぱいがいっぱいおっぱいがいっぱい嬉しいな 触りたい <laughs> 僕。僕が飲んで、うん、妹も飲んだのに、お、うん、っきなままだね、ママのおっぱい。うん、人差し指でちょこんと押したらびっくりするほど柔らかだった。僕が飲んで、うん、妹も飲んだからおっぱいが出ないママのおっぱい。うん、もう一人赤ちゃん生まれるときはまた出るようになるのかな。不思議。おっぱいがいっぱい。 おっぱいがいっぱい、おっぱいがいっぱい、い綺麗だな、大好きさ。おっぱいがいっぱい、おっぱいがいっぱい、おっぱいがいっぱい、綺麗だな、大好きさ。うん、すごくないですか <laughs> すご。すごいのかな。まあ、子供目線だ。ね。大人が作ってるんですよ。<の>ね、そうだよね。すごくないですか。ね、すごいよね。うんうん、すごく、この人、もう尊敬してて。多分、子供が言って。 ってたんだろうね、そんなことを。あ、この、女性が作ってんすよ、足。あ、そうなんだ。そうだ。そんな気がするわ。お母さんのおっぱい、いくら飲んでもちっちゃくならない大きいままだねって。うん、って言われて。はって聞いて。そう、おっぱい。え、おっぱい触ってる気持ちさ、今。なんで今おっぱい触ってるんですかママのおっぱい思い出して。ちょっと出るか嬉しいな、触りたいやってるじゃないですか。触りたい。うん。やめてよ。 チョコンと押したららびっくくりするほど柔らかくっやめてください,よそ,れ <laughs> いそこはそうなんだけどこれね僕すごい好きでちょっとでも考えさせられる瞬間はあるのかなあのね結構これ歌うんですよこれをこれずっと歌ってきた人 <laughs>、うん、今まで「そうそうおっぱいがいっぱい」ってよく歌っててでも、うん、あのいやまず、あ、よく考えてみたらこれすごいよくできた歌詞だなと思ってうんうん大人が作ったのに子供みたいな そうだね。人体の不思議みたいなのもあるし。そうそうそう。すごい好きで、ちょこんと押したらびっくりするほど柔らかだったっていう、この文の稚拙さというか、ね、あの子供っぽい語り、大好きなんですよね、僕。で、あのね、詩もいいんですけど、曲も、曲もいいんですよ。だから、ぜひ聴いていただきたい、もう一回。まあ、知らない世代の人はいるだろうね。 あのね、ふと聞いたら涙出ると思いますそう。うん。懐かしさと、その、秀逸さで。まあ確かにね。うん。ちょっと聞いていただきたい。これはね。面白い歌詞で。聞いても泣かれてたんで、ちょっと思い出せるかもしれないです。うん。懐かしいなと。はい。これが、え4曲目か。四曲目でした。3曲目三曲目。でした。はい。おっしゃ。では、え最後の曲となります。4曲目です。 あの桑田圭祐が作ったエロソング。はいはいはい。はい。っていうかまあ。うん。桑田佳祐っったらね、サザンオールスターズ結構ありますよ。まあそうそう。G スポットなんたらかんたらゆったりとかね。G スポット、エロティカセブンとかね。そうそう、セブンいろいろありますけれども、ちょっと火じゃないです。あそう。ちょっと遊びが過ぎて。うん。怒られんちゃうかな。ちょっと怒られんじゃないかなっていうような。 作詞桑田さんなんですけれども、うん、えっとね、もともと1959年にデイブ・グルーベック・カルテットというグループがいまして、うん、そのグループが作ったんですって、このジャズの曲なんですけれども、曲をね、テイク5っていうもの。うん、で、それに、えー、塩を桑田さんが無駄りつけたっていう。うんうん、でね、ボーカルがいらっしゃるんです一緒に歌った、うんうん。あの、披露された番組がメリークリスマスショーという87年の テレビ番組。うん。でしょうね。なんですけども、もう、すごいんすよ、ボーカル陣が。ジアルフィ、桜井。え、坂崎。サンプラザ、中野。パッパラ、かわいい。で、桑田。うで、あの、川内淳一っていう、あの、桑田バンドの中に入っていた。あとは、新田一郎。ね、これ、すごいメンツじゃないですか。このメンツで歌ってるんですよ。 まあまあ歌、ボーカリストも何人かいますからね。そうが、えぐいっす。へえ。ちょっとまあ聞いていただくのが一番早いかもしれない。であの、これ聞いてる方も、桑田圭介スペース、テイクブって入れてはすぐ出てくるので、ちょっと聞いてみてください。は実際にね。ちょっと流せないんで。はい、ちょっと聞いていただきました、テイク5。はい。どうでしたかまああの、 すげえいい曲だな。いや、ま、テイク5自体がいい曲な上に、その、ま、演奏者、演者がアカペラで、あの、やってるんですよね。あの、ゴスペラーズみたいにさ、メリークリスマスショーですから。言ってる人と。で、リードが桑田さんとサンプラザー中野か。あと、坂崎さん。坂崎さんがね、歌ったけれども。いやめちゃくちゃうまいんすよ。 けえって思ったけど、ひどいな。もう、歌詞ひどすぎるんですよ。ちょっとじゃあ歌詞をね、そのまま、原文まま、僕、さらって、ここで出していきますね。まずあの曲が流れますよ。ちかちゃかちゃかと。その時に、あの、桑田さんがまず歌い出すんですね。今宵はクリスマス、君に会いたかった、やりたかった、青筋差を立てて、雪の降る夜も楽しく。 まあまあ、でも、これぐらいなら、まだ。そう,そうそうそう。もう次、ん、次,次が、あの、サビ。ズブッとね、さねくりなぞってよ。うん、どて底いじったら、<laughs> もだえる濡れもせぞ。気持ちがよかったら、みたらしドビュッとね、五感も笑ってた、冬の日よっていう。うん ここはひどいっすよ。すげえハマってたよね。そうそうそう。歌詞はね。うまいなと思ったな作スクリーンはうまいよね。うまく食っしたよね。そうそうそう。すごいんですよ。ついサンプラザ中野さんですね。おしゃれに狂おしく、君と燃えたかった、やりたかった、えろびとこぞりても抜かないつもりで愛して。まあまあ。 次、また、あのー、全員で。かじったら、何故痛いから、もろもろやるんなら、ほどほど冷めよらず、締まりが悪いときゃ、時間もかかっちゃう、互いに悩んでた冬の日よ。うん、そうそう。そこすげえ印象的だったな。<laughs> こう、ひどいですよ。うん、ひどいよね。うん。歌詞はもう本当に、今だったら本当だ今、そうだね。むずいかもね。うん、ね。 次はあのー、うん、坂崎さん。坂崎さんね。武骨なたし波で君に乗りたかった食べたかった加えて舐め上げて危ないピンクのテイクファイブ、うん、で次、桑田さん。うん、もう今宵はクリスマス、うん、君に会いたかったやりたかった青筋差を立てて雪の降る夜も楽しく。うんね、でず全員。うん ずぶっとね、さねくりなぞってよ、どて底いじったら、もだえる濡れもせぞ。気持ちがよかったら、みたらしドビュッとね、五感も笑ってた冬の日よ。すごい、いい歌詞だね,ね。すごいっすよ、これ。で、桑田さん、無、うん、骨なたしなみで、君乗りたかった、食べたかった。加えて舐め上げて、危ないピンクのテイクブで、桑田さんが最後、 マラカリーノねで、坂崎さんが、それっていう。若い頃のね。それそれ。あ、なんなんだろう。コットさんが、マラカリーノたら、坂崎さんが、それそれも入ってるのそこまでで終わりなんと入ってます、入ってます。歌詞としてね。まあね。合わせるっていう。ような、ちょっと。そうですね。これもね、その、 なんだろうな、青筋、うん。差を立ててみたいなところで、サンプラザさんが青筋立てて歌ってる感じのイメージが強いから。サングラスかけたチンチンにしかえなかったですよ悪意のあるカメラワークな気がしてそう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 。これはすごい、本当に。また、坂崎さんがなんかね、なんか変、あの人、のすごい浮いてるよね、ちょっと、やっぱ。絵的に。若、若いし、なんか、 印象ないじゃないか、そういう。そう。ちょっとひまやかなおじさんのイメージなのに。今もだってあれでしょなんかあの、ジャニーズとかと一緒に仕事したりしてるでしょあの人ね。で、キンキになんか教えてたりとかしてたもん。そんな人がだから若い時はこういう下ネタの曲もだったんだよっていう。楽しそうなのがなんか聞くんだよね。そうそうそう。く感じ。だからあの、無理やりやらされてんのかなちょっと思ってたんですよ、僕もね。そうね、最後の、あの、マラカリーノの後の、 それあの、あれ、わかるわかる。あの、マジで楽しんでるんだな、こいつっていう感じね。っていうのを聞くと、あ、よかったよ楽しんでたんだなって僕はちょっと思っちゃう。わかるわかる。うん。っていう、まあまあ。何面の笑顔で歌ってたから。そう。多分好きなんだろうね、本来は。それ。関係あんのかな何なんだろうな。昔はちゃんと入ってるので。はいはいはい。これはすごいわ。 ただね、今さっき普通に、うん、あの、歌詞読み上げてただけだけど、うん、リズムイカルに聞こえるから、うん、もうやっぱ、もうバッチリハマってんだよね。うん、まあねあの。すごかったわ、あのー だから僕聞いてほしいのは、坂崎さんの、それもそうなんですけど、坂崎さんの、危ないピンクのテイクファイブっていう時の、そのテイクファイブの言い方、うん、テイクファイブみたいな、ノリノリ感。今でない、その、そう、若い時だからできるノリノリ感の感じ。たぶ、ね、い今い。今めっちゃ後悔してるだろうね。あね。わ <laughs> かんないけど。あれ <laughs> <laughs> そこ関係あんのか何な,なんだろう、マジで。アドリブなんかな <laughs> いやどうなんすかね。でもカメラは行ってたんで。そうだね。多分リハーサルでも言ってたん,ですよてたんだけど、ね。れリハーサルでもやってて、<laughs> 本番でも、それって言ったんですよ。関係あんのかないやいや、カメラは言ってましたから。そうね、うん。っていうね。まあ、あの、メリークリスマスつって。 あの、まあ、1987年の、うん、クリスマスに特番でやられてて、スペシャル番組でちょっと歌われてた曲なんですね。うねそうですね。<分>テイク5っていう曲でした。うん、おおふざけ感がひどかったから、ねうん。それがね、まだにあの YouTube とかそういったもので、ね、あの見ることができるので、ちょっと見ていただいて。いや、いい時代生まれてますわ。ね。うん、歌詞もさらってるんで、ね、ちょっと歌詞をね。 見ながら。うん。口ずさみながら歌えるようにね、今年。カラオケあんのかなない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 よ。残念。でもちょっと歌いたくなりますよね。いや、俺多分帰り際にはもう歌えるようになって帰ってると思う。よんじゃあ僕ご一緒しますよ。それ。そこだけ。はい。ちょっとね。 今年の年末はこれかなと思って。聞くでしょ、帰って。聞くね、買う。か、これ聞きながら仕事する曲はむちゃくちゃいいんで。いや、いい曲でした。いい曲だった。ま、ぜひぜひ皆さんもね、ちょっといろいろ4曲。ね。まどれが好きかは人それぞれ。おー、ちんちん。うんこ。おっぱいがいっぱい。え、テイクブですね。この4曲、今回ご紹介させていただきました。そうだ。エロソングね。はい。いいです。はい。 はい、ありがとうございました。それ。おから